寝起き朝風呂。いらっしゃいませ。星のや。こんな贅沢でいいの？たまにはもう日本に2年も帰ってないから日本を感じるために台中区港にある星の屋にやってきました。すげえ、何十回の夜市も取れるコストや。でもちょっとここで久しぶりに日本を感じていきたいと思います。台湾唯一の星の屋さんはどんな感じなのか見ていきたいと思います。じゃあ今日はウアーゼン食べなくてもいいよね。もしかしたらあるかもしれないよ、星の屋ウアーゼンが。入り口を入ると受付には日本人作家の作品が飾られています。広々としたロビーを奥に進むと台湾ならではのお土産が買えるスポットやほっと一息つけるティータイムが楽しめるスポットがあります。めっちゃ緑や。気持ちいい。竹林が鬱蒼と茂る小道を歩いていくと部屋があるということで、水の音とかさ、鳥の声とか虫の音とか聞こえて落ち着くね。でもわざわざこれを作って絶対なんか意味あるんじゃない？水の音でしょ。お、水の音を作る。そうだよ、水のこの音があるからさ、すごい涼しげな感じになる。頭いいね。ここ大事だよ。さすが日本人や。お部屋に入るとそこにはグーグアンの大自然が広がっていました。お、マリコじゃないですか。めっちゃ綺麗じゃん。各部屋にある掛け流しの温泉からも、もちろん大自然を一望することができます。マリコは服を抜くんですか？なんちゃって。はい、これは大浴場に行くときに使います。あれはチェックアウトした後持ち帰りしていいって言われたよ。そうなの？うん、今日本にいるみたいじゃん。ただいま。温泉入って、和牛を食べて、ちょっとお酒飲んで、ほろ酔い、もう一回温泉入って寝るみたいな感じ。最高やん。人生？たまには人生こういうのないとね。お疲れ様みたいな感じ。はい、いらっしゃいませ。何それ。ちょっと足がいて。確かにみんなさ、絶対履き慣れないよね、台湾の人は。この風景はめっちゃ綺麗じゃん。じゃあ、バイバイ。バイバイするの？女湯。一緒に入るんじゃないの？私も女湯に入ればいいんじゃないの？捕まればいいんじゃないの？なるほど。お持ちしておりました。いいお湯でした。どうだった？いや、露天風呂がすごいね、広くてお月様が見えてめっちゃ良かったよ。ほぼ貸し切りやん。貸し切りだった。すごいじゃん。でも部屋混んでるのにみんな温泉来ないの？部屋で温泉するかな。恥ずかしがり屋なのかもね、台湾の人は。ご飯の前の一番温泉ピークの時間に貸し切りだった。すごいね。ラッキー。あと水風呂もあって、水風呂に入ったらやっとお月様が見えるっていう位置だったから頑張って入った。人生頑張ってよかったって思った。温泉を楽しんだ後はグーグアン名物のウーエソンアイスキャンディーをいただきましょう。お味は大自然の味がしました。この日はルームサービスで鶏鍋と和牛丼をいただくことにしました。食いしん坊なので温泉卵を追加で注文。寝起き朝風呂。露天風呂と違う。露天風呂はね、広い、すごい広くて、昨日夜入ったからめっちゃ
めっちゃ綺麗な星空と満月見える。ここの水、お湯は？ここのお湯ね、全然ね、匂いとかしない。硫黄の香りとかしない。すごいサラサラの入りやすいお湯。古来の温泉のお湯に似てるかな。そうだね、冷凍とかの方の硫黄のやつじゃなくて古来とかのやつ似てる。なるほど、さすが星の矢だ。この風景すごいな。この風景に価値があるんだよね、きっとこのホテルは。この風景が高いな。いい天気でよかったね。すごいよ、この青空が撮れることってさ、ロッキーかな。でも台中は結構天気がいいのか。そうか、今台湾の真ん中にいるんだ。まあ台湾は大きくもない、小さくもないか。九州と同じくらい。温泉地いっぱいあっていいね。ね、でもここは初めて来た。ここはどういういいよね。まだいっぱい行ったことないとこ行きたいな、温泉。行ってらっしゃい。え、一緒に行こう。なるほど。お風呂行ってる時にこっそり顔見え食べたでしょ。へえ、あそこのゴミ箱見たらわかるんだよ。バレてた。顔見え、高級旅館で顔見え最高だね。私ベランダで匂い残さないようにベランダで食べたんだよ。その一口が食べたかった。なんでよ、一緒に食べてほしかった。一口食べるのが美味しいね。人の一口が超美味しいと思わない？あの一口が最高だよね。あの一口食べられた一口が悲しいだもん。悲しい。シェアしようよ、美味しいものは。どんどん人と。やっぱりパオミョンは旅行に欠かせないものだ。そう、あと昨日の大浴場のお風呂、お風呂最高だったな。やっぱ月風呂いいよね。なんかお肌もちょっとチュルチュルになってきました。へえ、若いね。お姉さん今年に18歳。38歳だった。まだです。最高の天気や。瞑想とかしようかな。瞑想？眠そう。すごい、部屋はテレビついてないよね。テレビついてないホテルあるの？いや、ここに来てテレビ見てたらもったいないでしょ。確かに。ほら、プールも誰もいないよ。まあ、プールに入るにはまださ、季節があれだな、早いじゃん。今3月でしょ。去年、半年前、去年の10月ぐらい予約しないと来れないじゃん。ファーダイティン、いっぱいファーダイティングがあります。来ためっちゃ超じゃん。気持ちいい。お昼寝タイム。え、まだ朝なんだけど。朝ごはん食べる前の。事前に申し込むと受けられるさまざまなオリエンテーションもあるそうです。今から朝ごはんを食べに行きます。お腹空いた。それじゃ台式、日式、西式。我要日式。我要西式。来花市那边学西式。嘿。来花市那边不能学西式。可以可以。来自日本的花市那边你要学西式。嘿。今年も頑張ろう。すげえジャムいっぱい選べる。うん、すげえ。私もこっちで食べたい。半分残せって。一緒に食べよう。いや、私朝ごはんはやっぱりパンだよ。私はそうなの。私は朝は欧米人、夜は日本人。夜は日本人なんじゃない。夕ご飯はご飯。あ、大変なこと言ってる。ちなみに台湾式はとっても美味しそうなおかゆセットでした。一泊の星の矢の感想どうでした？めっちゃゆっくりできました。やっぱり風景が最高だもんね。この風景を見ながらもう4回もお風呂に入ったし、しっかり満喫。入り放題じゃん。リラックスできたし、これでまたお仕事頑張ろう。頑張りましょう。次は夜市かな。また夜市に戻るかな。いいよ、夜市でも。
迷いしてもいいんだけど。あと温泉シリーズも撮りたいね。確かに温泉好きだから私。でもコスト高いからみんなにもっと見てもらわないと。思ったお願いします。チャンネル登録してください。じゃあね。星のや。チャンネル登録お願いします。欢迎订阅。